俺はまだ戦える。よっしゃ、行くぜ。俺の番だな。やんのべ。せや。調子出てきたぞ。いつでもいいぜ。やるぜ。これが俺の真骨頂よ。
出てきたぞ。ついてこれるか。よし。腰抜き野郎が。どうした？よし、やるぜ。ほら来いよ。加減しねえぞ。東京だけは買ってやるよ。よし、上昇上昇。やんのかこの野郎。よし。うわっ。やんのかい。調子出てきたぞ。ほら来いよ。俺の番だ。さっさと来い。俺の番だな。Do your work.
よしだな。出てきたぞ。This was my dad. Quit wasting my time. Come on, bring it.
I don't got all day. Be good and no. Huh. You wanna do this? Yeah, come on. All right, go, sir. Ikku ze. ビビってんのか？よし、やるぜ！はっ！あっ！ Are you scared? 調子出てきたぞ。Quit wasting my time! 行くぜ。Come on! ほら、来いよ。Be good, if you don't... You wanna do this? Quit wasting my time! You wanna do this? Be good and no. Wanna do this? Yeah, no way. Be good and no. Wanna do this? We're wasting my time. Be good and no. Okay. ありがとうよ。相手してやる。よし、ほらよ。Come on! Swing! Boy, you're gonna get it! Just do it, man! Kai, you're gonna! Be good, and you'll be good! Quit wasting my time! Let it up! Bleed it out! Are you scared? Bleed it out! どうした？やんのかい？ Are you scared? Come on! Bring it! Let's sing in harmony. Be good and no more! 俺の番だ！相手してやる。Are you scared? Be good! Come on! Bring it! Bring it! Are you scared? Quit waiting, guys! Come on! Bring it! 相手してやる。 Are you scared? Quit wasting my time! Come on! Bring it! ほらよ。すまねえ。さっさと来い。Are you scared? Be good and no more! 調子出てきたぜ。Come on! You wanna do this? Wow! いつでもいいぜ。Be good and no more! Are you scared? Come on! Ready! Bring it! やんのかい？ Wow!終わらせる！ティリア！ハハ！ Are you scared? We're wasting my time! Bleed it out! I'm ready! Be good and no- Come on! Bring it! Quit wasting my time! いつでもいいぜ。よし、やるぜ。 Are you scared? Wow!
さっさと来い。Be good in your work。出てきたぞ。やんのかい。シンプルに行くよ。チャッ。ごめんか。ヘッ。ヘッ。いや。ぶちかます。ない気分だぜ。
気分が乗ってきたぜ。礼を言う。ありがとうな。Thank you. なしだ。ここは
で勘弁してやるよ。Aloha. Thank you. Aloha. Thank you. Not a show, shithead.
not a show, shithead. Whoa. It's not a show, shithead. まったくだ。俺はもう、へとへとよ。桐生さんは平然としてますよね。やっぱ物がちげえわ。そんなことはない。意地張ってるだけさ。ならさ、一杯引っ掛けて、英気を養うってのはどうすか。氷は冷蔵庫に入ってる。 グラスは 3人分くらいはあるだろう。やり。お、あるある。グラスは俺持ってくよ。おう、サンキュー。さっきはよくこらえたな、富澤。俺もそこまでガキじゃねえっての。朝は病の子分だったのに、 今はお前らと一つ屋根の下。挙句、あの第五地区に突入か。人生、何が起こるかわからねえな。おい、妙なことに巻き込んじまって悪いな。バカ野郎、巻き込まれたんじゃねえ。俺は俺の人生のけじめをつけるために行くんだ。それに、お前らに人生変えられて、その上 命まですくわれちまった。ここまで借りつくってとんずらこけるほど俺も落ちぶれちゃいねえんだ。迷惑と言われようが俺はついてくぜ。<笑>ありがとうよ。だけど本当に後悔してねえか、病と手を切ったこと。焚きつけたのはお前だけど、 決めたのは俺自身だ。もともと病一派に加わったのも奴らから借りた金が返せなくて取り込まれたんだ。そんな風にずっと流されるまま生きてきて、こんな年になっちまった。年なんて関係ねえって。今からだって十分やり直しが効くさ。そうかな。ああ、俺なんか18年懲役食らって、 お勤めを終えたのは40過ぎだぜ。でもそっからの人生、ああ、そうだな。ああ、すげえ楽しいよ。だからきっとトミー、おめえも大丈夫だって。なんだよトミーって。いや、富澤だからトミーだろ。かっ、だっせえあだ名だな。 やめろよ、こっぱずかしい。え、いいじゃねえか。ねえ、桐生さん。<笑>お前のネーミングセンスは知らんが、やり直しはきっと効くさ。そいつが一生懸命に生きりゃ、きっとな。ああ、すんません、話に熱中しちゃってた。桐生さんもロックでいいすか。いや、 俺はこれがいい。ただ物事には終わりがあるってことも知っておくといい。やり直しは効くが、それは遡るってことじゃねえ。人の一生はどこまで行っても一筆書きだ。 だから一瞬一瞬を一生懸命生きられる。頭じゃ分かってたつもりだったが、身に染みたのは俺もつい最近だ。桐生さん、なんかあったんですか？
ああ、お前らには言っておいた方がいいだろうな。俺はな、ガンなんだ。余命半年とそう言われてる。廃炉中の原発から出る放射性廃棄物の一時貯蔵庫でな、フォークリフトの運転手は急な発作で不可抗力だった。バカ野郎、無茶しやがって。あといいから早く離れろ。ドラム缶に入っていたのは汚染された土やら使用済みの機材、防護服だ。放射性廃棄物の危険度としては低レベル、直ちに人体に影響する数値じゃないってやつだ。だから必ずしもあの事故が俺の病気の原因だったとは言い切れねえ。でも何だって桐生さんはそんな現場に。原発って。俺は裏社会を抜ける条件として、もう日の目を見ないと誓った人間だ。周りの大事な人たちを巻き込まないためにもそうするしかなかった。するとその後の人生でやれることは限られてくる。それで原発の廃炉作業ですか。ああ、自分から志願したんだ。大道寺の人間にも断りを入れてな。 あそこは今誰かがやらなきゃならねえ仕事へ真っ先に足を踏み入れる連中の世界だ。俺もそんな奴らの一人になりてえと思った。そうでもしなきゃ自分が腐っていくのを止められなかったんだ。他のやり方は思いつかなかった。
ほら、格がないんだな。じゃあ、本当なんですね。余命半年ってのは。ああ、変に気を使わせちまうのは避けたかったんだが、お前たちには伝えておいた方がいいと思ってな。いや、でも全然そんな風には見えないっすよ。ああ、無理が効かないわけじゃない。だが、無理をする状況は選びたくてな。あ、だから茜さんの家で病とやり合うのを避けようとしたんすか。ああ、だが俺はもともとそんな喧嘩っ早いわけじゃねえぞ。マジかよ、キリュウさんがガンだなんて。なら、あんたこんなことしてる場合じゃねえだろう。早く医者に診てもらわねえと。とっくにやってるさ。だが俺の場合、もう転移が進んでて、手術でどうにかなる状態じゃない。抗がん剤治療を気長に続けるしかねえんだ。だからってよ、そんな体で何もこんなこと。大道寺一派ってのがこの仕事をやらせてんですよね。そいつんとこ連れてってくださいよ。春日、俺が話しつけます。春日、それは違う。俺が今ここにいるのは俺自身が決めたことだ。大道寺一派の命令で仕方なく、でもお前に巻き込まれたわけでもない。じゃあなんで。静かに余生を過ごすのもいいだろう。だが俺は残された時間を少しでもやるべきことに使いたい。なんだよ、やるべきことって。大道寺一派の仕事かよ。そんなこと言ってあんた治療から逃げてるだけじゃねえのか。シャワー先に使うぞ。誰がベッドを使うかは後でじゃんけんだ。マジかよ。おい春日、大丈夫か。ああ、あの人が人間離れしてるのは知ってるけどよ、さすがに無茶だぜ。ガンなんてよ。シャワーから上がったらもう一遍病院行くよう説得しようぜ。この辺のでかい病院知ってるからよ。いや無理だ、キリュウさんは誰も止められねえ。え、キリュウさん、あん時のおやっさんと同じ目してた。また明日な、リチ。そうか、あん時もおやっさんは覚悟決めてたのかもしれねえな。何言ってんだお前。いや俺もうまく説明できねえんだけどさ。だが桐生さんがああ言った以上、俺らにできることはただ一つ、速攻で仕事片付けて1秒でも早くあの人を病院に放り込むことだ。だろ。なんだよお前だけ分かりやがって。ああ、分かんねえ。死んじまったらどうしようもねえじゃねえか。
さて、じゃあ行くか。なんだ、まだ怒ってんのか、カズが。そうじゃありません。そりゃ、急でびっくりはしましたけど。いらん心配をさせたくなかったんだが、すまないな。帰って気を使わせちまったか。そりゃそうですよ。でも、キリュウさん、話してくれてありがとうございます。知らずにいて、もしこの先キリュウさんに何かあったら、俺は一生自分が許せなくなるとこだった。本当のこと言うと、俺はやっぱり今すぐあんたを病院にでも何でも連れて行きて。でも、キリュウさんの頑固さも分かってるつもりです。だから、もうちょい俺らを頼っちゃくれませんか。頼る？いきなりキリュウさんを病人扱いするつもりはねえけど、せっかく俺らがいるんです。もっと俺たちに頼って甘えてくださいや。そうすりゃキリュウさんも変に無理しなくて済むし、俺らも嬉しいね。おう、そうか、分かった。ああ、そうすることにする。厄介かけるがよろしく頼む。富澤、カスカ。しゃあねえな。な。まあな。でも、喜んで。じゃあ、改めて行きましょうか。そうだな。約束の時間までまだある。何が待ってるかわからない。しっかり準備していくとしよう。富澤、この辺で買い物するならどこがいい？そうだな、アナコンダショッピングセンターかな。第五地区から近いし、あそこなら何でも揃うんじゃねえかな。よっしゃ、じゃあまずはそこで買い出したい。もらった。
手加減はなしだ。おい、おう、そうか。ありがとうよ。
This ain't a show, dipshit. What? Rest in peace. やんのかこの野郎。俺の番だな。行くぜ。ほら、綺麗なんだ。よし、やるぜ。来いよ。イージーだ。ビビってんのか？さっさと来い。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。手加減はなしだ。腰抜け野郎が叩き潰す。ビビってんのか？どうした？ Do your worst。 俺の番だ。腰抜き野郎が。Your legs are shaking。 I'm ready。 Come on。 ビビってんのか？ Come at me。 さっさと来い。腰抜き野郎が。どうした？受けてみろ。Do your work。やるんじゃねえ。いつでもいいぜ。調子出てきたぞ。ビビってんのか？寝てろ。アカイリア、ホーム、アカイリア。ほら、来いよ。手加減はなしだ。ついてこれるか。さっさと来い。 Do your worst。 相手してやる。
ほらよ。すまない。What's up this? 調子出てきたぜ。シャー。よし。終わらせる。手加減はなしだ。手数がいるな。叩き潰す。出てきたぜ。
you want it. マスターが言ってたガレージってここか？何か用？え？どこから？ここだよ。あ？どう？お客さん？車の整備ですか？あ、いや、そうじゃなくてバットの整備なんだけど。バット？あのね、うちはバット屋じゃないんだけど。いや、それは分かってるんだけどよ。なら帰ってくれる？いや、でもリボルバーのマスターに紹介されてさ、何でも手入れできるすげえ人がいるって。それを早く言ってよ。無駄な嘘つかせないで。お、じゃあやってくれるのか？うちはマスターから紹介された案件しかやらないんだ。逆にマスターの紹介なら誰でもやる。ジュリっていう。俺は春日、春日一番だ。よろしくね。で、手入れするのはそのバット？おう。おじさん、いい年なのにこういうバット持ってんだ。なかなか香ばしいね。すみません、できそうかな？いつも銃や刀をいじってるんだ。バットくらい余裕だよ。なめないで。さあ、さっさとやろう。どうしたいか言ってみて。ご要望は？ここをこうして、なかなかいい感じ。あとちょっと、これで仕上げ。よし、すげえ、
同じパッドじゃねえみてえだ。傷の修復だけじゃつまらないからいろいろいじらせてもらった。振り心地も殺傷力も上がっているはず。どう？感触は？最高だぜ。すげえ握りやすくなったし、持ってるだけで前より数段強くなった気がしてくる。あんたすげえんだな。マスターが最高の腕って言ってたのは本当なんだな。私なんてまだまだだよ。マスターの足元にも及ばない。え？なんか言ったか？いや、気にしないで。おい、姉ちゃん。先客がいるんだ。帰ってくれる？あんたに俺の武器手入れしてもらえるまでは帰れないな。私は車の整備が仕事だって言ってるでしょ。武器の手入れはしてない。いい加減その嘘やめろよ。もうネタは上がってんだよ。仮に武器の整備をしていたとしても、あんたみたいな霊知らずの武器の整備をする気はない。帰ってよ。このクソガキ、大人をなめるなよ。さっさとやれって言ってるんだよ。おいおい、ちょっと待ってくれよ。なんだお前は？先客だよ、車整備のな。順番は守ってくれねえと困っちまうんだが。状況わかってるのか？わかったよ。確かに横入りはいけねえな。ならお前を殺せば横入りにはならねえよな。なるほど、合理的だ。やってみるか？おう、ぶっ殺してやる。気に入らねえ。おじゃ、行くぜ。俺の番だ。俺の番だな。調子出てきたぜ。あっち。どうした？ゴタクはいらねえぞ。握ってんのか？よし、やるぜ。また強くなっちまった。強すぎる。もう二度とこの店に近づくんじゃねえ。いいな？ね、二度としません。すみませんでした。大丈夫か？ああ、私は平気。たまに来るんだよ、どっかから噂聞きつけてきたああいうやつが。まあいつもは自力で追い返すんだけど、おじさんがやってくれて楽できたよ。ありがとね。の、ああ、確かにその腕前だったら依頼したくなる連中も多いだろうな。まあね、でも私はマスターからの紹介以外はやらないって決めてるから。へえ、マスターと関係は長いのか？そんな長くはないけど、まあいろいろあってね。ここもマスターから間借りしてるんだ。実質店のオーナーみたいなもんかな。そうなのか。リボルバーだけじゃなくて手広くやってんだな、あのマスター。さっきも言ったように武器の手入れは表立ってやってないんだ。口外しないように頼むよ。まあ口外するようなやつをマスターは紹介してこないから大丈夫だとは思うけど。おう、もちろんさ。また来てもいいか？ああ、今日は助けてもらったしサービスでいい。でも今度からお金も払ってもらうし、
手入れに必要な素材も自分で持ってきてもらう。それでよければ来ていいよ。あと私と同じような修理屋がアナコンダセンターの方にもいる。そっちも使ってくれて構わない。連絡しとく。了解。ありがとよ。これからもよろしくな、ジュリちゃん。ジュリちゃん？なんだ？おかしいか？いや、そんな可愛い呼び方されたことないから、なんだかむずがゆいな。そうか？すまん。嫌だったら帰るけど。いや、まあいいよ、それで。よし、ジュリちゃんで決まりだ。陽気な人だな。テンション狂うよ。いらっしゃい。ご要望は？
また来てよ。調子出てきたな。What you looking at?なあ、乗るか。出発するか。
っさと来い。俺の番だな。コツつかめたんじゃねえか？調子出てきたな。Aloha. Thank you for stopping by. この近くででかい音楽フェスやってるんだけどさ、最近は毎回暴風が直撃して中止続きなんだよな。そりゃついてねえ話だ。トミーは音楽好きなんだな。
もちろん音楽は好きだけど、あの雰囲気がいいんだよ。ガンガン曲流れてみんなで騒いで、好きな酒飲んでさ、自由って感じで楽しいんだよな。また参加したいぜ。じゃあ次はテルテル坊主を作って雨対策しないとな。テルテル、なんだって？晴れるための秘密兵器だよ。今度作り方を教えてやるよ。一体どんな兵器なんだ？仲良し。
終わらせる。俺の番だ。よし、相手してやる。よし、やんのかい。もらった。調子出てきたぞ。手数がいるな。俺の番だな。相手してやる。よし、行くぜ。放電準備してな。手加減はなしだ。東京だけは買ってやるよ。よし、上昇上昇。まだ強くなれるだな。俺はまだ戦える。いけるな。安全運転。